です。今日はいよいよモンリムの糸でお姉ちゃん姉へのね靴下を編みながらお話ししています。ね、モンリムこの毛糸です。この帯の毛糸ね、番号は210番カラーナンバーね、ポルトギースウールって読むんだって教えていただきましたね。 100% の糸です。使っている針はクロバーさんの1号の輪針です。でこの、 靴下ねパターンは可愛いのがねラベリーのフリーパターンを引っ張ってきて、キャラメルインザポケットソックスっていう名前の可愛い名前の、靴下です。ニッテールデラコさん、靴下とかねいろいろデザインされてるデザイナーさんだと思うんですけどの、フリーのパターンです。また名前がねキャラメルポケットに入ってるキャラメル1個見つけると嬉しいでしょとか書いてあって、なんかそういうおまけな感じの、パターンですって書いてあってね、この、足のつま先からかかとまでのところは特にその模様とかがあるわけじゃなくてプレーンの形の靴下で、デラコさんのパターンだとカフダウンね履き口から編む編み方をされてるんですけど、ちょっと私がそれを勝手につま先に変換してつま先から編む靴下に変換して今編んでいます。うまくいくかどうかがちょっとわかんない。ちょっと足首から上の時にね上のところにね模様が入ってるんですけど、それをこうしっかりこう上から下に編むのと下から上に編むのの変換ができるかどうか自分がねっていうところなんですが、まあ可愛い靴下なのでね楽しみに編んでます。でさっき実はこの動画撮る前にちょっとだけライブしてたんですけど、そこでねこの靴下編んだよって言われてた方がいらっしゃって、でその方が履き心地もねフィット感もあってよかったって言って言われてたから、ああなんかそういうの聞くとこれお姉ちゃんにあげちゃうから自分の分も編もうかななんて思ったりしてますね。また同じパターンでね、で今日はねそんなに長くお話しするわけではなくて話すテーマは一つ、そうそうこれもねかわ、まあ、編み地かわいいですよね。ね姉が好きそうな編み地になってきております。で今日は一つ前回の動画でお話をしていたアランキャップ編み上がりました。こんな感じね、さっき実はライブでもちょっとお見せしたんだけど編み上がりました。なんかすごいかわいい、このアラン模様でしたね。あんまり見たことない感じで、この糸も、だるまさんのメランジスラブで編んだんですけど、なんか大きいこういう風にねちょっと太いとことこう細いところとボコボコしてる感じが、まあまあそれもまた味があっていいなと思いました。で作り目ね例のね私が前回の動画の時はもう困って困ってあわあわしてたんですが、おかげさまで作り目もうまいこと言ってしっかり頭が私の頭もちょっと伸ばすけどね私の頭も入るぐらいの大きさに編むことができました。教えてくださったのはとわママさんです。とわママさんありがとうございます。で妹の頭には多分ぴったりだと思いますね。編みましたよ。でこれは編んで次お姉ちゃんの靴下を編んで、でまた妹の靴下編んで、でちょっと忙しいね夏はね靴下三昧になりそうですが、で
このね、アラン模様のところ、この中も模様が入ってたりしてね、可愛かったですね。あ、そうそう、それで時間測ってたんですよ、時間ね。これを、作り目編み直したんですけどね、何回かだけど。で、その編み直して、作り目を始めたところから、先のここを絞って、糸始末をした、するまでの時間を測ってみたんですが、トータルですね。トータルで言ったら、3時間35分、40分ぐらいですかね、3時間40分弱で最初から最後まで編み上がりました、これね。で、ただそのちょっと編まない日があったりしたから、日数で言うと3日間ぐらいはかかってますかね。1回に1時間も編めなかった日もあったりしたんですけど、ガツッと1時間以上編んだ日もあったりしたので、3日間ぐらいで、時間はね、トータルで見ると3時間35分40分ぐらいの時間で編み上げれますよ。ということは、今日これから編んでもがっつり3時間4時間近くあれば編み上がっちゃって明日かぶっていけるみたいな感じですよね。うん、すごいお手軽、いいですね。なんかそういうのいいよね。すぐ編み上がるってなんか達成感バリバリですもんね。おかげさまですぐ次のこれにキャストをしちゃって、あの編みかけが減らないっていうね。編み散らかしが減らない毎日ですが、うん、でも楽しかった。本当楽しかったな。あっという間だったしね。それも大きいけど。可愛くできました。自分の分も編もうかな。でも私はまあニットキャップ似合わないような気がするんですよね、自分にね。ちょっと編んでみてもいいかもしれませんが、ということでしたね。皆さんありがとうございます。そして前回のね、あわ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 している動画も見ていただいて本当にありがとうございます。でもあんなも本当だったらお蔵入りだよねと思いながらも、なんかね、いろいろ話もしてたからアップしちゃいましたね。これね、靴下同時編みしていて、実を言うとこの糸玉ね、2つに分けて同時編みしてます。いつも私ナティルマ編みで、内側から1つの玉をね、内側から取るのと外側から取るのとって言ってやってることが多いんですけど、今回はちょっと糸巻きで2つに分けて、花子工房さんのヤンホルダーを私2つ作ってたので、実はこっちとこっちにぶら下げて、こっちね、こっち、この羊さんの向こう側にぶら下げて編んでおります。で、同時編みする時にね、糸が絡まってきちゃったりするじゃないですか、同じ方向に回してるとね。なんかそれもいろんな皆さんのやり方があって、糸がここ絡まずに編む方法とかをね、たくさん動画あると思うので、ぜひ皆さんそれを見てね、なんかこの絡まりがあって両同時編みって大変だなとかって思われることもあるかもしれないんですが、そういうのを見てね、ちょっとこうすれば楽なんだなとかね、こう思ってやれるといいなと思います。私も自分なりのその同時編みで糸が絡まない方法みたいなのはあって、それは動画にも出しているので、もしよろしければ検索をいただいて見ていただけると嬉しいです。同時編みの時は必ずそのやり方で私は編んでいます。他の方のやり方でね、もう分かりやすいやり方されてる方たくさんいらっしゃって、なんだけど、なんかもうこれにこの癖がついちゃってね、自分のやり方に。なんかもっと多分簡単でもっと覚えやすくてっていうのはあるんだろうけど、なんかもう自分のやり方が染みついちゃって、そのやり方をずっとやっています。はい、ということで今日は短いんですが、アランキャップが編み上がったよっていう動画になりました。で、靴下ね、
またお姉ちゃんの靴下編み始めたよって、これほんと編み地かわいいで、なんか触り心地がちょっとね、玉の時は硬いかなってちょっと正直思ったんだけど、あの編んでたらすごい柔らかい、あの1本の糸になるとね、なんか柔らかくなってきたし、ちょっとあのまた水通しするとね、もっとふわふわになるよっていう風におっしゃってくださった方もいらっしゃいましたね。楽しみですね、出来上がりがね、うん、お姉ちゃんっぽい。はい、ということで、じゃあ今日は短いですがこれで終わりにしたいと思います。見ていただいてありがとうございます。ではまた。